作は青春群像。
午前中は書物が乱雑に置かれた八畳ばかりの書斎で、本の山の中に座って和漢蘭の書を読んでおりました。お昼過ぎには門人が集まる稽古場に出てきたり、あるいは蘭書を手にして講義をしたり、200坪ばかりの空き地で連兵足並みの指導をしたりと、日の暮れるのも忘れるほど熱心に教えてくださいました。講義足並みなどの訓練が終わった後は、門下生と一緒によもやま話などをして余念なく談笑しておりました。その姿は今なお私の眼中にとどまっており、40年余り昔のこととはとても思えません。正山塾の二虎といえば吉田松陰虎次郎と小林虎三郎でございます。吉田松陰が正山塾に入門したのは松陰22歳の時でございます。彼を師正山に引き合わせたのはもう一匹の虎、小林虎三郎でございます。小林虎三郎と松陰とはその資質は全く異なっておりましたが、年が近いこともありとても気が合ったようでございます。正山はその二人を期して技芸の胆略、平文の学識、皆規制の際なり、ただことを天下になす者は吉田氏なるべく、我が子を委託して教育せしむべき者は一人小林氏なるのみと評価しております。実際に松陰はことを天下になす者として安政の大獄で次第に処せられ、一方の虎三郎は謹慎の罪に落とされながらも生き残り、我が子を委託して教育せしむべき者として正山の息子角次郎を託されることになるのでございます。松陰が最初に正山塾の門を叩いた時、その身は痩せ細り、まるで骨が貧相な衣をまとっているような姿だったとのこと。髪はよもぎのようにボサボサで、顔はアバタズラだったのでございます。虎三郎もやはりアバタズラで、その上左目が幼い時の事故で失明、白濁しており、右目のみが乱々と光っている異貌の若者でございました。その虎三郎のことを松陰が後にこう述べております。正山先生に初めてまみえた時、虎三郎が紹介の労を取ってくれました。虎三郎は顔一面に天然痘の跡のあばたがあり、私の同類と思われました。年齢もまた同じくらいで、その名もたまたま虎三郎と虎次郎で同じでございました。違いは虎三郎にはあふれるような才能があり、私は誠に最乏しい人物だったということかもしれません。その結果、虎三郎は正山先生との関わりで罪を被り、私の方はその罪によって先生を煩わしたのでございます。松陰が虎三郎に対してその要望、年齢、名前などのさまざまな点から親しみを覚え、また入門に際していろいろと面倒を見てもらったこと、才能、学識ではるかに及ばないと感じていたことなどが述べられており、
と時間が生み出した奇跡と言っていいのではないかと思われます。そしてそれは松陰と虎三郎の間だけではなく、松山塾という場と時間を共有し、その高みを垣間見た門人すべてに言えることなのではないでしょうか。松山と松陰にはこんなエピソードもございます。松陰は松山の志高きを知らず、洋楽の知識を売っている学者の知識を買いに行く程度の思いで、平服で松山塾に出かけます。ところが松山は、貴殿は学問するつもりか、言葉の技術を習うだけなのか、後者なら別の塾に行きなさい。もし学問するつもりがあるならば、弟子としての礼を取ってきなさいと諭します。松陰は自分の具を恥じ、衣服を改め、礼を取り、入門料を納めて入門したといいます。このエピソードはなぜか松山の驕慢を象徴するものとして引用されることが多いのでございますが、決してそうではありません。そこには松山の学問に対する真摯さ、学問が技術の習得ではなく世を救い人を生かすものであるという思いの深さがございました。ですから松陰が衣服を改め松山塾を再訪したのは、師に対する礼であると同時に、学問そのものに対する礼であったのでございます。松山塾の青春群像の一編、松山塾の二虎、吉田松陰、小林虎三郎を例に種々申し上げました。門人は師を敬い、門弟同士信頼し合い学び合うという理想の学問環境でございました。ここに山本角馬と佐久間松山との緊密な師弟関係を伝える一文がございます。生前角馬のもとを訪れ薫陶を受けたという信州松本出身の教育者水崎喜一の書いた角馬追悼文でございます。先生、山本角馬はいつも、世の中の人は鎖国の論を言うをやめるべきだ。大砲も少なく戦艦もほとんどない状態で、どうして西洋列強と戦えるのか、誰が助けてくれるのか。日本をもし強国にしようと思うなら、地球を一周して学び、世界の現状を知り、その後に発言すべきではないかと言っておりました。角馬先生がそういう考えに至ったのは、佐久間松山先生の五大陸、特に欧米について学び知り取り組む姿勢に打たれ、深く感化されたからでございます。角馬先生は佐久間松山、横井松南、勝海舟をもって維新前の三傑と呼んでおりましたが、師としての松山先生には 旧師の情ことに深き思いがあり、その教えは真心がこもったものだったと言っておりました。大砲も少なく戦艦もほとんどない日本という国を強くするため、医の術をもって医を制すという松山の視線が、ここで角馬の
視線とクロスするのでございます。水崎喜一は正山の真摯な学びの姿勢が各馬を感動させ、深い師弟関係を結ばせていったと、その影響力の大きさを語ってくれたのでございます。会津藩
館内では鉄砲は足軽の武器としか認められておらず、武士は飛び道具など卑怯な手段を用いずに撃剣と槍術をもって戦うべきであるとの風潮が主流でございました。昇山塾で学び黒船の脅威を身をもって体験した格馬でございます。武士も銃を取って戦う時代がやってきた。それも旧来の火縄銃ではなく様式のゲベール銃やミュニエール銃によって戦う時代であることを力説したのでございます。それが後日禁門の変における会津藩と格馬の戦いを支えていくことになるのでございます。後に新島城の妻となりハンサムウーマンと呼ばれる格馬の妹山本八重も男子をしのぐ銃の名手に育てたのも格馬の持つ先見性のなせる技だったのでございます。会津戊辰戦争時に敵軍の入城を阻んだのは戦死した弟の武具を身につけ銃を取って戦った八重の銃撃があったからだとも言われております。昇山塾に集った若者たち、その青春群像が織り出した幕末維新の夢、山本格馬はその嵐の中に凛として立ち、会津藩のため幕府のため苦難の道を歩み始めたのでございます。そして8年の歳月を経て風雲急の京都に向かっていくことになるのでございます。佐久間昇山という思想的巨人に出会ってしまったことが会津の保守的風土で育った山本格馬という男に大いなる起死回生を引き起こした。結果会津武士の中に優れた異端児を作り出すことになったのでございます。昇山塾の青春群像の講演でございました。